待てって言ってるだろこのバカ。誰が話すか。待てって。頼むから話を聞いてくれ。あいつ、如月とはお前の言う通りちょっとした因縁があって経営の中だ。だけどお前をここに誘ったのは賭けだとかそういうもんのせいじゃねえよ。説明するのが面倒だから同意しただけだ。ここで会ったのは偶然だ。付き合ってもないのに恋人なんて嘘をついたのは謝る。悪かった。もう二度とあんな適当なことは言わねえよ。ちょい待て。あと2分待ってくれ。ああ、本当は店のテラスで花火をプレゼントする予定だったがな。好きだからに決まってるだろ。そんなの気づけよ。俺から逃げるな。見たいやつには見させておけばいい。お前が欲しいんだ。ずっと前から欲しかった。マジで疑り深いやつだな。どうした、お前泣いてるのか。おい、お前いい加減にしろよ。俺を煽るな。無意識なのか、お前。かわいい。触ってみろ。わかるだろ、今俺がどれだけドキドキしているか。